バカウは、ルーマニア、バカウ県の都市、モルダビア地方に含まれ、ビストリツァ川のアゼにある。プラサイスタチャーチもも古くに、市の名前が知られたのは、モルダビア港、アレクサンドル全領公が治めていた1408年で、ある。市名の由来は不明だが、中世ハンガリー王国の名前、バカウに由来することは確かである。伝説によると、それが、 バカウの町の起源だという。その他の不死は、スラブ語源を推測している。古いスラブ語のビックは、この地域が、落農に非常に適していたことから発生している。ルーマニア語のアルファベットを導入して、バックとしたのが、おそらく、バカウの語源であろう1591年前後から1789年、市は、カトリック教会のバカウ市教座が置かれていた。市教は、常に、 ポーランドリトアニア共和国出身の聖職者が任命された。中央同盟国による第一次世界大戦とブカレスト占領時、バカウはルーマニア軍の本部が置かれていた。市はブカレストの北方およそ3 0 0トルにある。バカウ国際空港はブカレスト、ティミッショアララ国内都市、イタリアドイツの11都市とを定期便で結ぶ。バカウ駅はルーマニアで、 商工客の多い駅の一つである。ウクライナ、ロシア、ブルガリア行きの鉄道国際線が到着する駅でもある。DN2 道路で南方のブカレスと北方のスチャバ、ヤシとつながっている。国際 E、ロードネットワークの E574 号線はトランシルバニアのブラショフ島を結ぶ重要なアクセスとなっている。バカウ市内では西ヨーロッパ向けの地元加工場で働く。 中国人労働者を抱えている。多くの移民が一定期間契約でやってきて、この町に根を下ろす代わりに故郷へ戻る。ありがとうございます。